アラン・オデイはアメリカのシンガーソングライター。1977年に本人の作詞、作曲、歌によるアンダーカバーエンジェルが全米ナンバーワンヒットとなった。また、1974年にはヘレン・レティに提供したアンジー・ベイビーがナンバーワン、ライチャス・ブラザーズに提供したロックンドール天国がナンバー3となっている。1980年代から テレビ音楽を担当するようになり、アニメ番組、マペットベイビーズで、共作として100曲以上の楽曲を作曲している。1990年代には、ナショナルジオグラフィックチャンネルのリアリーワイルドアニマルズの音楽を担当、演奏した。日本では、山下達郎の英語作詞者として知られている。妻は、日本人。カリフォルニアのハリウッドで生まれる。 アールとジャネット夫妻の一人っ子だった。夫妻は共にパサディナスターニュース市で働くジャーナリストであった。アールは報道写真の撮影に加えパームスプリングスの商工会議所の広報も行っていた。また、ジャネットは新聞記事を書く一方で学校で教師をしていた。オデーは6歳で木金を使い作曲したことを覚えていると述べている。 5年生の頃に好きだったアーティストは、スパイク・ジョーンズで、学友を前に、ウクレレ・でセレナーデを奏でていた。コーチェラ・バレー・ユニオン高校では、ザ・インペリエルズというバンドに参加した後、自らジェディ・リー・ルイス、リトル・リチャード、エルビス・プレスリーや、ファッツ・ドミノに強く影響を受けた、ロックバンド、ザ・シュブスを結成する一方、ザ・ロネスというロックに、ラテンや、メキシカン・スタンダードを取り入れたバンドでも演奏し、 彼自身に作曲する機会も与えられた。1961年、高校時代の友人、アーチー・ホール、ジュニアを通して仕事を見つける。アーチー、ジュニアの父アーチー・ホール、SR は映画のプロデューサーで息子を出演させた映画を制作し、オデイはその映画音楽に一役買った。1962年には映画映画の音楽を担当し、ワイルドギターでは、 音楽監督となった。1963年にはザ・サジストのサウンドレコーダー。1964年にはワッツアップフロントのサウンドミキサーを務めた。アーチー。ジュニアとオデーは4人編成のバンドザ・ーチャーズを結成しサンセットストリップのナイトクラブで演奏するようになった。1965年頃、オデーはポップスとコメディを演じるバンド。 アランボブデニーを結成、パサデナやハリウッドで活動し、歌手、女優、コメディエンヌであるバージニア・オブライエンのバックバンドとして、1965年11月14日のエドサリバン賞に出演した。一連の活動にもかかわらず、オデイはそれまでの自分の経歴に満足していなかったため、ソングライターとして集中することに決めた。1969年に、 B.H. モリスミュージックと契約。1971年には、バーナーブラザーズミュージックと契約し、ボビー・シャーマンのシングルヒットとなるドラムを書いた。1974年にはシェールがレコーディングした、トレイン・オブ・ソーとライチャース・ブラザーズのロックンロール天国そして、ヘレン・レディの歌う、アンジー・ベイビーの3曲のヒットが生まれた。アンジー・ベイビーは、1974年12月の、 終わりにナンバーワンヒットとなり、ヘレン・レディの最も売れたシングルのうちの一曲となった。2006年、オデイはこの曲を書くのに3ヶ月かかったと述べている。1977年、ワーナー・ミュージック・グループは、所属する作家に対して新たなレーベルを設立することにした。そのレーベル初のアーティストとして契約したオデイは、第1弾として、アンダーカバー・エンジェルを発売する。 それは夜の恋愛活動について歌われたものであり、特にこれといった宣伝もなく1977年2月に発売された。しかし発売後数ヶ月でナンバーワンヒットとなり約200万枚の売り上げを記録した。続いて発売されたシングルスキニーガールズは1980年にオーストラリアでナンバーワンとなった。1981年には 四季の小杉ぎ作り,りに壊れ、山下達郎のアルバム、4U の収録曲、u e s を作し、アルバムは日本でヒットを記録した。以来、山下の英語詩の楽曲をすべて手掛けることとなる。1982年、ワーナーブラザースを離れ独立。1983年、東京に招かれ、山下達郎のアルバム、ビッグウェーブの作詞を担当し、日本で、 ゴールドディスクを獲得した。1983年、オデはシンガーソングライターのジャニース・リーブハートと出会い、共同で新しいアニメ番組、ジム・ヘンソンのマペット・ベイビーズの音楽を制作した。この番組のために8年間にわたり100曲以上共作し、エミー賞を受賞、世界各国で放映された。この番組、マペット・ベイビーズの終了後も、 オデイとリーブハートは子供向け番組、ナショナルジオグラフィックチャンネルのリアリーワイルドアニマルズなどにおいて共作は続けた。別の子供向け番組、アラスカビデオでも共作している。5枚のソロアルバムを残しているが2008年のアイヒア・ボイセーズが最後となった。2013年5月17日、肺がんとの闘病の末、カリフォルニア州、 ウエストウッドの自宅で最愛の日本人妻、湯から家族、友人に見取られ死去。72歳を打つ。この不法は永年のビジネスパートナーにして家族ぐるみの付き合いであった山下達郎も大変ショックを受け、2013年5月26日の山下達郎のサンデーソングブックでは30年来、英語詩はずっとアランだったので、これからどうすればいいか、 と心境を劣らしている。同番組では、翌週6月2日及び翌々週9日の2週に、渡り、レギュラープログラムを急遽変更し、アランオデイ,ツイートを特集が放送された。番組内では山下への歌詞提供作品をはじめ、オデイの過去に手掛けた作品が、数多く紹介、オンエアされた。九日、放送文の最後では、山下との最後の共作にして、遺作となった。 エンジェル・オブ・ザ・ライトのオデイ自身によるデモバージョンが披露された。ありがとうございます。